いました、あそこです。カカロットのやつは見当たらないか。構わん、先に倒せばいいだけの話だ。邪魔をするな。ズラぬらっ！大丈夫か？一体誰と戦って。お父さん、今は来ちゃいけない。いいタイミングだ。待ってたよ、悟空くん。まだ未完成だけど、今しかないよね。カカロット！カカロット！皆殺しだ！うわ！虫けらが！ありがとうございます。やつは俺が！これで終わりだ。このままじゃダメだ。ホラたちも地球も全部くパワーだ。ブロリーを倒すパワーをあいつに集めるんだ。あいつに託すしかないようだな。この俺が、あんな見ず知らずの奴になる。父さん、ベジータ、頼むく。おめえの力を、あいつを倒せるパワーを。くそったれな。これで負けたら、許さんぞ。いいぞ、ゴテン、その調子で打ち込んでこい。うん、行くよ。は、お父さん。え、どうした急に。で、なんだこりゃ。おめえ、オラの顔。ふふ、神の肉体に感動したか。ゴテン、逃げろ。もう遅い。おっと、それはやらない約束でしょ。僕のおかげでスーパードラゴンボールが揃ったんだし、神様なら約束くらい守るよね。
まあいいだろう。それより例の実験とやらをさっさと始めろ。はいはい、直ちに。まだ不完全だけど、君ならきっと力を引き出せるはずだよ。所詮は人間の作ったもの。だが悪くはない。ないみたいだし、まずは悟空くんに話を聞いてみましょう。誰だ？あいつらの仲間でもねえか。でもすげえ気だ。おめえ、さては相当強えな。よし、ちょうどいいや。この体に慣れてし、ちょっと手合わせしてくれよ。ちょっと悟空くん、何言い出してるの？やっぱりおめえただもんじゃねえな。ほらワクワクしてきたぞ。許さんぞ人間ども。あれは空間への干渉。まさかこれも強化の影響？すごいよ、想像以上だ。いちいちわめくな。神たる私の前では時間も空間も無意味。第六宇宙のやつらか。知らねえやつもいっけど、なんでここに。あ、師匠。そっちは孫悟空か。だが連れて行け。はいはい、了解っと。貴様、立ち上がれ。行け。正気に戻ったか。ヒット、おめえ操られてなかったんか。ああ、騙して悪かった。お前が孫悟空だな。そうだぞ、あいつはオラじゃねえ。お前が俺たちを呼び寄せた元凶か。貴様、神たるこの私に傷を。おま無知人間ごときが。
つかの間のおごりを猛省せよ、脆弱な人間ども。神の力、思い知るがいい。よけろ。片付け損ねた。だがこの力、神にふさわしい。やべえぞ、ブルマたちが危ねえ。お疲れ様。遅かったじゃない。少し気温が乗っただけだ。おい、タイムマシンを知る人間はどこに。なるほど、寝返ったか。あの女をどこにやった。トランクスに取り返されちゃった。別にいいでしょ、そもそも仲間じゃなかったんだしさ。僕はタイムマシンのことさえ聞ければそれでよかったし。その罪、万死に値する。だが貴様がよこしたこの力は悪くない。褒美に教えておいてやろう。私の野望である全宇宙ゼロ計画を。全宇宙ゼロ計画？私はこの力で全宇宙のすべてを滅ぼそうと思う。宇宙をまっさらにした後、新たに世界を創造し直し、すべての人間でも神たる私自ら導いてやろう。まいったな、さすがにそこまでやられちゃ困るよ。お前の顔を見るのもそろそろ飽きた。裏切り者にはふさわしい天罰を与えなければな。何？危ねえとこだったな。君ってば、やっぱりヒーローだね。逃がしてやったというのに愚かな限りだ。望み通り塵も残さず滅ぼしてやる。おお、来た来た来た。なんだこの凄まじい力は。私の考えは間違っていなかった。孫悟空、貴様はさっさと殺すべきだったのだ。はあ、な、元気玉が。神の肉体を使ってそんな芸当をしようとするからだ。ほどを知らない不届き者めど。くそったね、ここまで来て。無駄なあがきを。肉体を置いた私が分かんない。
さあ見せてくれ、スーパーサイヤ人ゴッドの力。この力なら。大外れだな。もう地球破壊しちゃおうかな。ガッ！楽しくなってきたよ。だが、これならどうだい？父さん！理由はともかく悪くないパワーだ。続きといこうか。いいねいいね、せっかくだしゲストも呼んじゃおう。それなんだここって。ベジータ、おめえさっきよかすんげえ気になってんぞ。かやっぱオーラも叩けてな。いいだろベジータ。ああ、俺の邪魔をするな。ん、何すんだよベジータ。次は外さん。ベジータ、おい、やめろって。おめえと本気でやり合うんはいつかの天下一武道会以来だな。今回こそは決着をつけようぜ。ふん、お前に言われるまでもない。あいつらようやく戻ってきたか。こんな戦いは久しぶりだ。いい気分だぜ。礼を言うぞカカロット。だが最後に勝つのはこの俺だ。ほう、俺以外の力など必要ない。俺は俺だけの力で貴様を超えてみせる。貴様を倒すのはこの俺だ、カカロット。サイヤ人の執念というよりプライドかな。すんげえすんげえぞベジータ。さあカカロット、仕切り直しだ。
はあ、くらえ、はあ、りゃ、ほう、そう来なくちゃな。最初よりは楽しめたけど、二人いてもこの程度か。まずい、やっとベジータ。このクソったれが。ねえ、あ、ねえ、ファイナル、フラッシュ、出た、しびれて、地球は、地球は終わらせねえぞ。誇り高きサイヤ人が神なんぞに負けてたまるか。いけ、やったふん、やあ、未来を見る準備ができたよ。僕についてきて。よし、場所はこの辺でいいかな。前に時の指輪の模造品を作れるかもしれないって話したでしょ。じゃーん、この前の実験でようやくエネルギーが集まったんだ。まあ模造品だから本物よりは機能がちょっと落ちるけどね。それでもこうすれば、なんとここから未来を覗くことができちゃうんだね。すごいでしょ。完成したら真っ先に君へ教えたかったんだよね。ダメダメ、こういうのはまず僕に見る権利があるの。心配しなくても、後でちゃんと見せてあげるからね。さてさて、一体どんな、え、なるほどね。見つけた！こら、フュー！あんたにはいろいろ聞きたいことがあるのよ！また逃げられてしまいましたね。大丈夫でしたか？よかった。何があったのか、下で詳しく聞かせてください。